川修寺は青森県弘前市にある総当州の寺院。三号は津軽山。本尊はおくるみ。本堂などは重要文化財に指定されている。元は弘前半祖、津軽ための部が、慶長年間、現在の藤崎町に創建したもので、ための部が帰えした長勝寺八世の格、王朱密が、自らの隠居所としたという。津軽ための部が没した。 翌年の慶長13年、広崎藩二代藩主、津軽信平が藤代村に移し、父、ため信の母大寺としたと伝える。一方、慶長14年、津軽信平が父、ため信母代のための遺廃所として創建したとの伝えも、ある。川州寺の周囲には、池や二重の土塁が築かれ、家臣でも出入りには、政権が設けられるなど政地化し、 半祖ための部を深刻化させた。慶長14年7月18日の津軽信平、寺郎宛会場では、藤崎、舞田屋敷、川辺の三村で、寺郎百国が安堵され、半祖母大寺として、歴代藩主の記憶を受ける。また、本堂の修繕名番から、現在地に移転した直後に火災に遭い、慶長15年に修繕されたと思われる。明治期には、がしていたことから、 明治39年に集築再建され、現在に至る。ありがとうございます。